こんにちは、アンナです。今日はジュースクレンズを密着する動画です。で、今日からクレンズを始めるんですけど、ちょっとなんかジュースクレンズって何ですかみたいな、なんか暗い、うん、そうで、なんかジュースクレンズって何ですかとか、そういうのをちゃんと説明していける、していく動画にしようかなと思って、まず始める前にジュースクレンズとはみたいなのを話したいと思います。ジュースクレンズ、私は結構2年前とかだったかな、2年前ぐらいに1回めちゃくちゃハマって、本当に5日間とかジュースクレンズしてた時があって、でもなんて言うんだろう、人に合わせて1日とか、例えば半日とか2日3日4日5日とか、そういうのが選べるので、別に5日間やんなきゃいけないとか3日間やんなきゃいけないっていうわけじゃないんですよね。で、私は今回ちょっと久しぶりなので3日間クレンズします。で、この YES 東京っていうお店でクレンズジュースをゲットしています。で、なんでジュースクレンズするのかって、なんかもちろんこの撮影の日のためにちょっとむくみを取りたいとか、すっきりさせたいとか、まあ急遽すごく痩せたいみたいな時にやるのももちろんいいと思うんですけど、私はまあダイエット目的というよりかは、この内臓を休めるためにジュースクレンズをするっていう、ちょっと健康的な考え方の、健康面をこう配慮したみたいな感じでやる方が、私の考え方には近くて、で、まあクレンズってで何のためにするのかっていうと、基本的にはちょっとイエスのホームページを見ながら話すんですけど、一定の期間固形物を取らず、ジュースのみで体に必要な栄養素を補いながら消化器官を休めるプログラムですっていう感じなの。消化器官を休めることで、消化に使われる酵素やエネルギーが体内のデトックスに再生に利用され、大きな効果を実感できますっていう感じなんだけど、本当にさ、行ってずっと動いてるじゃん。人ってずっと食べてるし飲んでるしさ、なんて言うんだろう、まあ、寝てる時以外口に物を入れてる時間って意外と長かったりするじゃん。ご飯の時間もそうだし、まあ、間食とか飲み物とか、だからさ、結構行ってずっと動いてると思うし、腸もずっと動いてると思う。お酒飲みすぎてるなとか、暴飲暴食しすぎてるなとか、なんか胃が疲れちゃってるなってちょっと思った時にクレンズをすると、体内でリセットされたり、老廃物が、体の中の老廃物がすごくデトックスされて、こう体がリセットされる感じがするですよね、私は。だからもしそういうのに興味がある方は、1日だけでもいいから、ぜひなんかジュースクレンズやってみてほしいなって思ってて、で、ジュースクレンズはこれ野菜と果物をね、こうコールドプレスした健康的なジュースなのだからね、これもうほんと1日とか2日しかとか持たないくらい、そうだから賞味期限もほんと何も入ってないから、添加物とかが、だからほんとに野菜と果物のだけで作ってるから、こうやって裏にも書いてあるように見えづらいかな、これはほうれん草、ブロッコリー、キャベツ、パセリ、リンゴ、レモンだけで作ってるジュースなのね。そういう感じだから本当に体に良くて、栄養素と酵素がたくさん入ってるのね。だから体が餓死状態にはならないんですよ。だから必要な、まあフルーツも入ってるからさ、糖分とかさ、野菜の栄養素とかがこうキュッてジュースになってるだけだから、それをまあなんて言うんだろう、栄養素として取り入れてるから、体が本当にもう栄養がないよみたいな状態にならないから、体に負担を抑えながらできるファスティングというか、まあ、クレンズなんですよね。で、なんか面白いっていうか、やり方があって、私昨日夜ご飯は、サラダとスープを自分で作って、まあ、準備食みたいな感じで消化しやすいもの、サラダとかスープっていうものを食べました。で、確かね、3 days する時も前日でいいの、1日だけ前日
だけ準備食っていうのだけでよくて、4日とか5日やるってなると2日間ぐらい準備食が必要なんだけど、3日だったら1日だけで大丈夫で、朝目覚めたらお水をまず飲みます。お水とか白湯とかを飲んでこれをスタートさせるんだけど、意外と1日のうちに6本飲むって結構意外お腹いっぱいになるし、なんか糖分が入ってるから、あのなんて言うんだろうね、なんか意外とこうなんかご飯食べて投げきてさ、結構わー疲れたとかイライラするみたいになると思うんだけど、全然ならなくて、私はね結構気軽にできちゃう感じです。でしかもジュース以外にお水とかノンカフェインティーとか、あのそうノンカフェインのものだったら飲めるから、それを間にいっぱい飲んでるかな。お水とかをすごい飲む、だからすごくトイレが近くなるんですよ本当に。あのなんかだからもうデトックスされてるなみたいなのはそこで感じるんだよね。でたっぷり睡眠とって次の日みたいなのがあって、で3日間とか2日間とかクレンズが終わった次の日から、例えば焼肉とか食べていいわけじゃなくて、私一回それしちゃったことあるんだけど、ダイエットのためにその撮影までって決めて、撮影終わってもう達成感ですぐ韓国料理食べたらめっちゃお腹痛くなっちゃったし、ほんと冷や汗出るくらいお腹痛くなっちゃうのね。だからそれは結構私的にはやめてほしいなって思いますな。多分本当に逆に負担になっちゃって、そのやってた期間が結構無駄になっちゃうから、ちゃんと準備食回復食をやった方が内臓のこうなんて言うんだろう、まあ、クレンズがすごく効果が得られると思います。なんか逆効果にならないとか、頑張ってたこの3日間4日間が無駄にならないと思ってる。わーっとねクレンズの仕方を今説明したんですけど、そんな感じで私は今日から3日間クレンズをしていきたいと思います。まだね起きてからね何も食べてない、もうもちろんそうなんだけど、お水をちょっと飲んだぐらいなので、今から1本目を飲んでいきたいと思います。そうこうやってね初めての人はイエスでやり方の紙みたいなのをねいただけるので、初めての人でも全然不安なくできます。ほらこういう注意事項とかもねちゃんと紙でもらえるんですよね。で私が1日目の1本で飲むのは、あこれデイ2のやつだったデイ2のやつだったよ、デイ1のやつ飲まなきゃ。可愛くないこの入れ物、3本3本でここにデイ1って書いてあります。デイ1のやつは私が好きなジュースがね何本か入ってる飲みやすいやつ。いやねやっぱね6本あるとね飲みやすいやつとね、ちょっとこれ苦手だなみたいなやつあるんだけど、私は全然耐えれるぐらいの苦手感っていうか、まあ、全然飲めるからあれだけど、多分本当に飲めないっていう人はちゃんとクレンズする前にこれは飲めないんでこれ入れないでくださいとか多分言った方がいいと思います。 Day 1、 1日目はモスグリーンっていうやつ。これはねケール、セロリ、キュウリ、ほうれん草、レモン、グレープフルーツだって。ダイエット、免疫力アップ、細胞の再生、便秘解消になるみたいです。なのでそれを飲んでいきたいと思います。1本ね3時間おきとかだった気がするんだよね、私が覚えてる限り。で私は、まあ、こうやってあの外に持っていくとき、例えば仕事であの3時間とか4時間とか出ていないとかっていうときは持ってってこうやって飲むんだけど、なんかストローで飲むのが好きだからストローで飲みます。うん、美味しい。こんな感じで3日間密着していきたいと思うのでぜひ見てください。はい、今からお仕事に行くんですけど、それの前にさっき1本目飲んでから2時間3時間くらい経ったかなって思うので2本目飲みます。ライブこの間に、これ1本と2本目の間にめっちゃお水は飲んでます。甘くて美味しい。お仕事から今帰ってきたので3本目飲みます。リンゴ、ほうれん草、空心菜かな、これ青なんて言うんだろう、青。ちょっとお腹すいちゃった。最後に飲んだのが3時だったから 3時間ぐらい経ったね。うん、飲みやす、
うん、うまいって感じで、ご飯スーパー行ってご飯作りたいと思います。料理する前に1本飲もうかな、てか飲みながら料理しようかな。サンセットだ、美味しいやつ。サンセット、人参、生姜、オレンジ、レモン、ウコンだって。ウコン入ってるって。がん予防、免疫力アップ、眼性疲労、美肌だって、最近運転教習めっちゃ受けてたから眼性疲労に効くやつ嬉しいかも。それではお料理しながら飲んでいきたいと思います。うん、うまっ、うまい、飲みやすい、もうめっちゃジュース。私の夜ご飯はお水とイエス。わ、それだ。これは グラスランドだって。小松菜、ケール、レタス、ミント、オレンジ、パイナップル、レモン。お、美味しそう。こんな方におすすめ。肌代謝アップ、便秘解消、カルシウム、カルシウム、イライラ軽減だって。だから夜に来てんのかな。でも全然ね、全然1日目なんか昔より全然楽ちん。なんか全然お腹空かない。まあお腹もちろん空いてるけど、なんていうの、お腹いっぱいじゃないけど、別になんていうの、なんかもうお腹空いて死にそうみたいな感じじゃない、全然。それは3日間あるんでしょ。うん、でも昔よりなんかすごい楽に感じてる。うん、もう1日目終わるわ。一人じゃないか。あの時と今の違いは一人じゃないっていうことだね。会話する相手もいるし、ご飯作って気も紛れるし。一人でもし空腹と戦うの大変そう。はい、じゃあもうすぐお風呂入るので、お風呂入る前に最後の一本飲みます。ザ・ローズ。私これちょっと苦手なんだよね。ビーツと人参とキャベツとパセリ、生姜、オレンジ、レモン。ビーツが入ってるのね、ちょっとなんか土っぽくて、ちょっとだけ苦手なんだけど、飲みます。うん、うん、飲みやすい。あれ？オレンジとかレモン入ってるからかな。え、ザローズ飲みやすい。うん、全然いける。じゃあこれ全然いけるわ。めっちゃ美味しい気持ちで最後終われる。このビーツのやつ飲んで寝ます。お風呂入ってお水もたっぷり飲んで、おやすみなさい。また明日。おはようございます。おはようございます。今日はクレンズ2日目ということで、朝ちょっとお水を飲んでって感じなんですけど、お水しか飲んでないんですけど、まだでもなんか体は、うん、あ、でも朝すっごいお腹すいたって感じで起きたわけじゃなかったです。全然すっきりして起きれました。あと1日って考え、あと、まあ、今日入れて2日って考えたら全然大丈夫な気がする。なんかすごい体がすっきりして終わりそう。1本目はこの365 days。これにはほうれん草、ブロッコリー、キャベツ、パセリ、リンゴ、レモンが入ってて、こんな方におすすめ。日々の野菜不足、疲労回復、シミとそばかすだね。リンゴが入ってるとね、絶対的に飲みやすいから、ね、リンゴが入ってると安心。私は基本的にイエスのジュースをね、何でもかんでも美味しいと思うタイプなので、これ飲みにくいなとかあんまりないんだけど、苦手な方は苦手だからね、こういう美味しい、体が喜んでる。お昼、お昼夕方の用事が終わって帰ってきたので、まだね2本目なんだよね。全然飲む時間なくて、ちょっとずつ飲んでたんだけど、まだ2本目、もう5時になるのに2本目しか飲んでない。うん、美味しい。全然飲めてないから、あんまり時間空けずにもう1本飲もうと思います。3本目、もう7時半だったけどちょっと寝ちゃってて、3本目、 3AM ってやつですね。キャベツ、白菜、きゅうり、生姜、ごぼう、グレープフルーツ、パイナップルが入ってるやつ。これも飲みやすい。 3AM、 さっきから2日目の方が飲みやすいやつが多いかも。今日6本飲みきれるかな。頑張ります。
撮れてなかった。撮れてると思います。映画っていうか、ネットリックス見ながら飲みます。4本目、モスグリーン。ケール、ほうれん草、セロリ、キュウリ、生姜、グレープフルーツ、レモン。飲みやすいですね。でも緑って感じ。今までのやつ。フルーツ感が少ない。美味しい。まだね、映画ナイトとか、ネタフリーナイト続いてるね。の、まあ、まだね、終わらないから。お腹空いてきたから5本目飲みます。これはピクシーって呼ぶのかな。私がねめっちゃ好きなやつ、なんか好きなやつ多くない、私好きなやつって毎回言ってきます。これはリンゴ、パイナップル、レモン、生姜、ターメリックだからね、もうねほぼフルーツの味なの。甘いやつきた、嬉しい。うん、美味しい。生姜の味するけどね、フルーツジュースって感じで。はい、もうムービーナイトってかネタフリーナイト終わるんですけど、最後に1本飲んじゃいたいと思います。飲まなくてもいい感じはするんだけど、うん、まあ飲んどこうと思います。最後の最後、マルベルスかな、マルブビル読めないや。リーツ、キュウリ、ごぼう、生姜、レモン、グレープフルーツ、パイナップル。最後ビーツ系のやつ、一番最後にビーツ系のやつだった。ビーツ苦手なんだよね。うん、おいしい。ではこんな感じで最後のこれ1本飲んでおやすみなさいしたいと思います。また明日一日頑張ろう。ただいま、イエスのただいまということで、今朝イエスのジュースを取りに行ってきました。今朝っていうかさっき今取ってきた。でもうね、今喉乾いてっていうかお腹すごいやばくて、デイ3早く飲みたいです。本日1本目、なんかねお腹も結構シュッとしてきて、わかるかな、お腹がね平らなんですよね。背中のこの辺の肉もね結構取れて、いい感じに体がすっきりしてきました。足もねむくみが取れてね細くなってる気がする。嬉しい。これはキャベツ、白菜、パイナップル、レモン、グレープフルーツ、チアシードが入ってます。美味しい。これは腸内環境改善、アンチエイジング、血糖値ダウンって。こんな感じで最後の1日頑張ります。さっき1本目飲んでから3時間ぐらい経ったので、ちょっともう2本目飲んじゃおうかなって思います。2本目かまだ 3am。 キャベツ、白菜、ごぼう、生姜、パイナップル、グレープフルーツだって。むくみ解消と肝臓機能回復、消化促進、ありがたいですね。もう点滴です、あの自然の点滴。うん、もうこのまま飲んじゃおうかな。え、どうしよう、ストローで飲む。おいしい。うん、そういえばクレンズしてからしてる日からしてない日に比べたら花粉症がめちゃめちゃ落ち着いてるかも。朝起きた時鼻詰まってたりとか、寝る前めっちゃ辛いんだけど、今思えば花粉症がちょっと落ち着いてる。うん、美味しい、飲みやすい。 3am、 いい感じです。3日間のクレンズちょうどいいかも。昔4日とか5日とかやってたけど、うんうんうん、この調子で最終日頑張ります。はい、撮影と買い物から帰ってきて、撮影終わってすぐぐらいに1本飲んだんだけど、3時前とかで、今もうすぐ5時だから、ちょっと2時間しか空いてないんだけど、なんかちょっと小腹が空いてきたので1本飲みます。私の大好きなリフレッシャー、これはリンゴ、パイン、グレープフルーツ、レモン、ローズ。もうねこれ野菜がほぼ入ってないからね、本当にジュースなの。リフレッシャーマジで美味しい。
これ多分ね、イエスのジュースの中で一番飲みやすいかも。いただきます。4本目、甘くて美味しい。ケンタロウも、ケンタロウもいい匂いがする。やっぱね、二の腕周りとかもね、ちょっと細くなってはいる気がするんですよね。そんなことないかも。3日間だけど。でもなんかやっぱりね、この辺がね、ちょっとすっきりする気がする。この辺、むくみやすいところが。うん、ちょっとすっきりしてる気がする。これで頑張れます。おいで。タンカンが来れなくてずっと泣いてる。おいで。うん。うん。夜ご飯。グリーングラスランドだ。これさ、どっかの日曜日にもあって。小松菜、ケール、レタス、ミント、オレンジ、パイナップル、レモン。美味しそう。オレンジ、パイナップル、レモン。今日の彼の夜ご飯はトンテキにしたんだけど、トンテキ匂いやばかったわ。キュウリ食べてるときいつもさ、キュウリの端っことかさ、料理するときはいつもペロって食べてるからさ、危うく食べそうになった。何の水分だよ。あ、でもキュウリ入ってるジュースないね。うまか。よかった。美味しそうにご飯食べてる人を見ながら、ジュース飲むの意外と。でも食べてる人見るの見ちゃう。お腹空いてるから。さらにお腹減っちゃう。さらにお腹空くけど、なんかなんていうの、それがね、なんかすごい幸せ。スープも作って、明日 朝から飲む脂肪燃焼スープ。明日はそれを飲めるのが楽しみ。いや、それは3食飲む。うん、1食でもいいし、2食でもいいし、なんか徐々にみたいな。じゃあ夜から普通にご飯食べてる。でもお米とかは早いダメかも。肉も、お肉もあんまり良くない。なんか消化しやすいもの、例えばおかゆとかスープ、サラダとかスムージーとか、そういうのを3日間ぐらいやんなきゃいけない。3日間。徐々に回復させていくイメージ。じゃあこの調子で今日を乗り越えていこうと思います。あと2本。はい、おはようございます。今日はクレンズが終わった1日目だから回復食をする日なんですけど、だいぶ3日間終わって体がめっちゃすっきりして、本当になんかデトックスされた感じがすごいしてて、体がめちゃくちゃ軽い。足とかもね、結構ねむくみが取れて、だいぶ細くなってる気がして、軽いです。体がマジでむくみが本当に取れる。で、今回私よく好転反応が出てた時があったんですよね。なんかその風邪っぽくなっちゃったり、頭痛くなったりみたいな。でも今回はそれがなかったから、結構楽に過ごせたのと、あとね、すごい睡眠の質がめちゃくちゃ良かった気がする。すごいぐっすり眠れて、朝すごいスッキリ起きれるみたいなとかを軽くすると、すごいね、朝がスッキリ起きれるのかも。なんか朝起きれないのって、なんか体がだるいのって、やっぱりちょっと寝る何時間前にご飯食べちゃってるとか影響してるんだなって、私的にちょっと今回のクレンズですごい勉強になりました。で、昨日ね、6番目のこのビーツのジュースを飲めてなかったので、今日朝ごはんとしていただきます。これはビーツ、キュウリ、ごぼう、生姜、レモン、グレープフルーツ、パイナップル。すごいよね、こんなにフルーツ入ってるの。じゃあこんな感じで回復食の日も密着していきたいと思います。ちょっとジュースクレンズ、あ、じゃない、ジュース飲んでからちょっと経ったの、もう2時間3時間ぐらい経ったので、スープ飲みます。じゃん、こんなシンプルな味付けです。3日ぶりのご飯、いただきます。緊張する、本当に食べていいのかなみたいな気持ちになる。なんかスープから飲むかな。うん、うまっ。美味しい、美味しい。なんか本当に食べていいのかなみたいな気持ちになる。よく噛んで食べます。
昨日の夜から煮込んでたから野菜がトロトロで美味しい。なんかあったかいものを久しぶりに食べてる感じがする。グッと。あと左右一緒に飲んでます。美味しい。じゃあいただきます。食べることに夢中になって取るの忘れてた。エスニックお鍋意外と味薄くて美味しいかも。うん、こうだ。うん、うわ、入れた。ナンプラ入れてない。うん、よく噛んで食べます。鶏はまだ食べてない。でも今のところ別にスープしか飲んでないから、なんか別に固形物入れたところでお腹痛いとか気持ち悪いとかはなってないです。はい、クレンズ3日間が終わって、回復食1日が終わった今5日目なんですけど、昨日の夜鍋食べて、で今日の朝はあのなんだっけ脂肪燃焼スープがまだ残ってたからそれを飲ん でそこから今何も食べてなくて、さっき焼き芋をちっちゃいやつ1本食べたのと、夜はサラダを食べようかなって思ってるんですけど、あのエンディング撮ってなかったなと思って昨日今カメラ回してるんですけど、個人的には、まあ、2年ぶりとかにやったのかな、多分1年以上やってなかったと思うんだよね。2年ぶりとかにやったんですけど、やっぱり体はすっきりするしむくみ取れるし、朝はこうパッと起きれるし、やっぱり私的にはすっきりする、体が軽くなるっていうのがすごく一番大きかったかも。なんかやっぱすごいデトックスされた感じはかなりするなっていう感じで、なんか楽な気持ちで楽しみながらクレンズをすることができました。ぜひあの健康面に気をつけてる方とか、まあ、急激に絞らなきゃいけない方とかはね、まあ、クレンズする方もいると思うんですけど、それよりかはやっぱり健康面を気にした、配慮したジュースクレンズの方が私はいい効果が体に現れるんじゃないかなって思ってます。まあ、イエスのコールドプレスジュースとかなんかチェックしてもらえたらいいなって、みんなの参考になったらいいなって思って動画撮りました。これからも体の健康に気をつけながら美意識を高めながら頑張っていきたいと思います。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。じゃあまた来週、バイバイ。